手が並走状態になっています。3番の柴田と1番の駒場です。さあしかしここは1番の駒場が前に上がるか、8番の辻中早くもペースを上げた。8番の辻中ペースを上げて3番の柴田結局7番手に下がってしまいました。4番手キープは1番の駒場。4コーナーからホームストレッチ、間もなく残りが1周。8番の辻中が前から先行していく。2番手は6番矢田部、3番手には2番の木村健二、4番手1番の駒場が早めにまくっていく。後ろは9番の木村元信、3番の柴田はまだ7番手。さあ1番の駒場が2番手から先頭に並んでこようというところ。9番の木村元信が2番手、さらには5番の大崎、その後ろ3番柴田届いてくるか。4コーナーから直線、さあ後ろから木村元信、外から3番の柴田、木村元信、柴田がゴールイン。ゴール前落車もありました。5番